こんばんは。今日はこちらのがまくじができたので、できました報告です。でもね、ちょっとここね、伸び伸びになっちゃって、でもね、これはね、治るんで、これね、まだ途中なんですけど、もうちょっとね、ここにプチプチを入れて、もうちょっとね、こうやって膨らませて完成させようかなと思っています。という感じで。でも結構この青とこの青、いい感じですよね。なんかここをね、白にしようか迷ったんですよ。でもね、白にしたらね、ここはね、結構ポップな感じじゃないですか、この青の色が。なのでこっちに、印象が引っ張られるかなと思ったので、黒にしました。まあ私はね、白か黒かしかないから。二択しかないからね。まあ、どっちかというと、黒かなと思って黒にしたんですけどね。まあ私はいい感じだなと思って。これでね、好みの感じで膨らませて、こう置いておこうかなと思っています。でね、今回は、まあお話なんですよね。なんていうんですかね。前にね、動画で手作りマーケットについてってお話ししたんですけど、そこでね、一番言い忘れたことがあって、一番言い忘れた、その中でも一番大事なことを言い忘れちゃったんですよね。やっぱりなんかね、笑顔でニコニコしてね、いられるのがいいのかなと思います。まあね、なんか、分かってられる方もたくさんおられると思うんですけど、でもやっぱりね、私はね、言われないと分からなかったので、なんていうんですかね、まあそういうね、販売系のことも今までしたことがなかったから、まあ本当にね、なんか、そういうのを聞いて、あ、そうかって思って、気をつけてするようにしてたんですよね。で、私もともとね、その笑顔がめっちゃ、得意じゃなくて、で、なんかもう、気をつけてニコニコしてよって思うほど、なんか顔が自分でもね、引きつってるのがわかるぐらいなんですけど、でもそれでもね、なんか今引きつってんなって思いながらも、こう、してる方がいいですよね、やっぱり。ニコニコしてる方が。やっぱりこうやって、例えばね、これをね、気に入って買うとするじゃないですか。で、買って、で、これはね、100円で買うとしますよね。でも私は100円で売らないんですけど、で、お買い得とか思うとするじゃないですか。100円で。で、100円をね、こう渡すときに、その店員さんがブツッとして、はい、みたいな感じで、その100円をね、取られる感じって私はね、めちゃくちゃ気分悪いなって思うんですよ。なんか、もう全然無表情でね。だから、この人おかしいんじゃないかっていうぐらいニコニコしてるのが、なんかちょうどいいってね、私の大好きな YouTube の人が言ってました。っていうのもなんか、いいですかね、私は笑顔ちゃんとしてますって言われる、人もいるけど、やっぱり日本人ってそんなに笑ってないらしいんですよね。で、その人が言ってて、だから本当にね、なんか、おかしいんじゃないか、この人おかしいんじゃないかっていうぐらい笑ってちょうどぐらいってその人が言ってて、だから私もね、振り切ったんですよね。なんかその人がなんか振り切れって言ってたんですよ。なんていうんですかね、だからこう自分の中で精一杯笑ってるつもりが、やっぱりね、そこまでなんですかね、笑えてないってその人がね言ってて、日本人は笑ってないから、だからね、もうなんですかね、その笑いを振り切って、なんかこの人変なんじゃないっていうぐらい振り切って、もうちょうどいいって言ってましたね。だから私もね、振り切ってますね。だからね、私もね、笑顔がね苦手だから、本当にね、一日それをやってると本当に顔の筋肉が疲れてね、なんか何が疲れたって、一番もうなんかほっぺたのあたりがもう疲れてって感じになるんですよね。なんか
一番大事だけど一番忘れられてることっていうのも言われてましたね。でもやっぱりね、こう自分が買い物するときにすっごいニコニコしてる人とにあのブスッとしてる人のレジ並ぶときって、私はねそれを聞いたからっていうのもあるし、まあね、ニコニコしてる人のレジに並びますよね。なんか一瞬のそのやり取りですけど、私はね100円でもなんかそのブスッとしてる人には払いたくないって思っちゃうんですよね。だから私が思うようにその買われた人も多分思うと思うので、私がねそうちゃんと笑えているかじゃ、それはね自分の中では精一杯笑っててもわからないけど、やっぱりこう笑顔は大事っていうことを分かってるか分かってないかっていうだけでもやっぱり違うってその方も言われてて、なので笑顔が大事っていうことが言いたかっただけなんです。でも本当に大事だと思うので、なんかね笑顔にしてるとね、ニコニコしてると本当にね、私もその話を聞いてからニコニコするようにしたんですよ。気をつけて、笑顔が苦手だけど、だからねそれをこう意識しながらやってたら、その話を聞く前よりねめちゃくちゃ話しかけられるようになるんですよね。なんかで話しかけられたら、まあニコニコしてまた答えるじゃないですか。そしたらなんかただね話しかけられて、その人はねなんか買うつもりじゃなかったのになんか買ってくれたっていう場合もあるんですよね私。だからねそういういいこともあると思うので、ぜひ、まあね私は気をつけないといけないんですけど、まあそういう感じでこういう感じになりました。はい、次はねでもね、ガマ口が全然枯れてなくて、だからねこれからずっとねちょっとの間ガマ口になると思うんですよね。だからねガマ口のつけ方はもう動画でね一本撮ってるので、だからここまでですよね。こういうとこの、柄とかそういうのをずっとなんか流していくだけの動画になるかもしれないんですけど、またぜひよかったら見ていただければ嬉しいです。はい、今日はこんな感じになりました。今日も最後まで見てくださりありがとうございました。